渡辺翔太、スノーマン×森本慎太郎、ストーンズが二度目のタッグを組む舞台、ドリームボーイズの見どころは2004年の初演以来大切に演じ継がれてきたドリームボーイズが今年も帝国劇場で幕を開けました昨年に引き続き主演を務めるのは渡辺翔太さんそしてチャンプを演じるのは森本慎太郎さん10月7日に行われたゲネプロの模様を 二人の活躍やステージの見どころをレポートします。夢を追い求める少年たちのひたむきな姿に強熱。ドリームボーイズは、亀梨和也さん、玉森祐太さん、岸優太さん、菊池風馬さんらが主演を務めてきたミュージカル。2019年の公演からは演出に堂本光一さんが携わり、より一層の進化を遂げてきました。物語の中で描かれるのは、渡辺翔太さん演じる主人公の翔太と、 良き親友でありライバルでもある慎太郎、森本慎太郎の友情、そしてがむしゃらに夢を追い続ける少年たちの挫折や葛藤。ボクシングを題材にした作品でありながら、登場人物たちが守りたい誰かのために奔走する姿、さらに翔太の、みんな、誰かのために生きている。だから、みんなの心が結ばれる。絆が生まれるんだ、といった人間味あふれるセリフに胸が熱くなります。 二人の個性が重なり合い、唯一無二のハーモニーに作品を彩る大きな要素が、渡辺さんと森本さんの歌声。光り輝く純白の衣装に身を包んだオールキャストで歌い上げるオープニングナンバー、オープニングネクストドリームは、渡辺さんが力強さと繊細さを合わせ持った声で歌い始め、森本さんが甘く響く声で次のパートを担当。その後、見つめ合った二人の声が重なり合うと、 帝国劇場が唯一無二の美しいハーモニーに包まれました。渡辺さんには、弟のように可愛がる後期、川崎後期の病気を心配しながら歌う、星の光る空や、悪夢のような現実が夢ならばいいのにと願う、光といった、様々な楽曲をソロで披露する場面が、伸びやかな歌声はもちろん、歌詞の一言一言がはっきりと伝わってくるところもさすがです。